はい、分かっていただけるというか、これはちょっと非常に、トリッキーですから、例えば目で動くのとこれ一緒に合わすの、例えば一番分かりやすいのは、例えば G でやるときにこれが1度ですね。で3、1、3、5、7、これね、同じやつ。それとこれを一緒に組み合わせる、どうなるかというと、わかりますか。でただこう弾くんですけど、指、例えば運指のイロハでこの A の音は、2フレットの音は必ず人差し指で弾かなあかんのですけど、その時にこの人差し指は今回の場合、オーギメント D、5度のこれを弾くためにここに来てる。ほんならこれで弾かざるを得ない。だからいうふうに、なります。もっぺんに貼るとこれが3度で、2号と勝る。でその時にこれがオーギメントする。でこっちが、要するに2度じゃなくてこれがナインス、9個目の音になってる。だから僕はひょっとしてこれをオーギメントナインスと呼ぶのかなと思ってるんですが、もし間違っていればまた誰か教えてください。もっぺんやると、Gene 戻った時にオーギメントナイスやったパターンです。